はい、どうもプータローです。このチャンネルでは今年のプロ野球ドラフト会議での上位指名候補選手を中心にプレーを詳細に分析した辛口解説動画を上げていきますのでよろしくお願いします。現在は諸々の事情でまだ出せていなかった上位候補選手や個人的におすすめの選手の動画を出していっているところになります。ということで今回は伸び抜群の直球を武器に全国大会でも圧倒的な投球を見せてきた社会人屈指の速球派右腕エネオスの東山怜治選手の解説になります。それでは早速解説していくんですが、大きく3つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールの紹介、その次に投球内容の分析、最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。はい、それではいきましょう。はい、それではまずはプロフィールを紹介していきたいと思います。東山怜治選手は右投げ右打ち、179センチ、83キロの投手になります。1年目の日本選手権時点のプロフィールでは75キロで、実際に細い印象でしたが、先日の都市対抗では明らかに下半身が太くなっており、短期間でかなりの身体強化に成功したようです。ただ、マウンドで見てもまだ太くできそうな雰囲気はあります。またこの選手は香川丸亀高校時代から好投手として評判になっていたようで、同志社大学でも結果を残していますが、ドラフト候補として注目されていた記憶はなく、プロ志望届も提出せずエネオスに入社となりました。また今年の社会人の選手では西濃運輸の吉田投手と NTT 西日本の井原投手の2人が上位指名濃厚と言われており、私もすでに評価動画を投稿済みですが、近年のドラフトを見ても社会人球界から上位指名が2人だけというのは考えづらく、去年秋の日本選手権と今年7月の都市対抗の映像を確認しまくった結果、社会人1年目から日本選手権で登板し、今年の都市対抗でも素晴らしい投球をしていたこの投手が私の中で浮上してきました。ということで都市対抗の見逃し配信終了後の紹介となってしまい大変恐縮ですが、果たしてドラフトではどのような位置づけになるか、そしてプロではどのような選手になっていくと考えられるか、私なりに考えていきたいと思います。では投球分析ということで、まずはフォームから見ていきたいと思います。常にセットポジションからやや猫背気味で足を高めに上げて、そこから大きく沈み込んで柔軟性を感じるオーバースローで投げ込んできます。ということで、ボールをリリースする瞬間を横から撮った写真で見ると分かりやすいですが、上げた左足を踏み込む位置がかなり打者側に近く、そのため自然とリリースポイントもかなり打者側に近くなっています。下半身の柔軟性がないとこのフォームでは投げれないでしょうし、これがこの投手の直球の異次元の綺麗につながっていると考えます。また速球派の投手ですが、上記の通り下半身をこれでもかというほど使えており、腕の振りも肩や肘の柔軟性を感じる非常にしなやかなもので、決して上体の力で力み倒して押し込む故障のリスクが高いような投げ方ではないです。ということでこの時点で多分いいんだろうなという感じですが、詳細はここから見ていきたいと思います。では次に直球を見ていきたいと思います。まず球速は常時145キロ前後、マックスで150キロ弱になります。球質は切れ型になります。切れのある直球とは、打者がイメージしたボールの軌道よりもボールが落ちてこず、それにより浮き上がるような印象を受けるという特徴を持った直球で、空振りが取れる球質の直球になります。右バッターに対する制球ですが、アウトコースはややばらつきますが、おおむね安定しています。インコースは使用頻度が少ないようです。左バッターに対する制球は、アウトコースはややばらつきますが、おおむね安定しています。インコースも完璧とまではいかないですが、インコースで勝負に行ける精度があります。ということで、球速表示上はプロのリリーフ投手基準では普通ぐらいの球速ですが、映像で見ると常時155キロぐらい出ているのではと錯覚させる、打者側でかなりの伸びが感じられる、誠に上質な直球を淡々と投げ込んできます。都市対抗で対戦した東京ガスや三菱重工イーストの強力打線でも、甘く入ってきた球ですら差し込まれて、ほぼ誰もまともに捉えられなかったのは衝撃的でした。間違いなくプロの打者相手でも差し込める一級品の直球でしょう。またこの直球をかなり高い制球力で投げ込んできます。腕の振りが縦なので高低は間違えることもありますが、逆球やシュートにはなりづらいです。このため対右左ともアウトコースにしっかり集まる上に、対左のインコースの精度も高く、特に対右のアウトロービタビタには惚れ惚れするような球が結構な確率で決まります。
ということで、リリーフ型の社会人の投資で質のいい直球を投げれる投資は毎年数人いますが、これだけの制球力を兼ね備えているというのはちょっとスペシャルな気はします。続いて変化球になります。球種はここではスライダー、カットボール、チェンジアップの3種類を取り上げたいと思います。まずスライダーですが、球速は130キロ前後、変化量は普通、変化タイミングは速い、制球力はいいと思いました。横成分が少なく縦に曲がるパワーカーブ的なスライダーになります。しっかりタイミングのアウトコースに集まるのでカウント球として機能しています。次にカットボールですが、球速は140キロ前後、変化量は少ない、変化タイミングは普通、制球力はいいと思いました。直球に近い球速で少しだけ横に動くカットボールになります。主に対右でカウント球として使用していきます。空振りが取れるほどの変化量はないですが、かなり高速で制球力も安定しています。最後にチェンジアップですが、球速は120キロ後半、変化量は普通、変化タイミングも普通、制球力も普通ぐらいだと思いました。最も投球割合の多い変化球で、カウント球としても決め球としても使用してきます。単体では波ぐらいですが、直球との球速差がかなりあるため、浮いても打者が体が前に出されて泳いで平凡なフライになる場面がかなり散見されます。低めに決まれば当然バットを止められるわけもなく、三振を量産できています。ということで、変化球でもしっかりストライクカウントを取ることができます。対右ではカーブ、スライダー、カットボールがアウトコースに集まるのでしっかりストライクを取れています。対左ではインコースにスライダーやカットボールを投げる場面は見られず、球種が減ってしまいますが、代わりにインコースの直球の精度が高く、アウトコース一辺倒にはなっていないので OK でしょう。追い込んでからは直球でねじ伏せるか、チェンジアップで緩急を使って打者のタイミングを狂わせて打ち取る組み立てです。チェンジアップは1年目の選手権ではやや浮き気味でしたが、2年目の年対抗ではしっかり低めに集まるようになっており、直球ご利用主観が薄れたのは好感です。ということで、投球の組み立てのバリエーションが多いわけではないので、プロでもリリーフ想定になると思われますが、速球派リリーフの変化球としては十分なレベルでしょう。では投球のまとめになります。リリースポイントが打者側に近い体の柔軟性を感じるフォームから、かなりの伸びが感じられる直球を中心に押して、変化球も混ぜて2ストライクを作り、そこから右バッターに対してはアウトコースの直球、チェンジアップ、アウトコースのスライダー、アウトコースのカットボール、左バッターに対してはアウトコースの直球、チェンジアップ、インコースの直球が基本パターンのようです。ということで、見れば見るほど素晴らしい点ばかりの、間違いなくプロでも即戦力として期待できる生粋の快速球リリーフになります。まず素晴らしいのは、プロの打者も差し込めると思われる伸び抜群の直球を無理のないフォームからしっかり制球できた状態で投げれている点です。ドラフト会で示されがちな上体の力で押し込むフォームで、直球の勢い任せの短命そうなリリーフ型とは、この点が一線を画していると考えます。さらに変化球でストライクも取れますし、絶対的なまでは言えないものの決め球となる変化球もあり、もはや社会人野球では見ていても打たれる雰囲気がないです。ということで、コンディションさえ問題なければ1年目からリリーフで40試合から50試合、防御率2点台ぐらいは期待していいと考えます。またもう少し体はでかくできそうで、平均球速を上げたり制球力をさらに安定させる余地はまだあると考えます。全体的にブラッシュアップさせつつ、チェンジアップの精度ももう少し上げれればほぼ死角なしという感じになりそうで、そうなればプロでも勝ちパターンクラスの絶対的な存在になれるでしょう。はい、これで投球分析は以上になりますので、最終評価の方に行きましょう。はい、それでは最終評価になります。この選手は伸び抜群の直球を武器に、全国大会でも圧倒的な投球を見せてきた社会人屈指の速球ハウアーになります。東京ガスや三菱重工イーストクラスの打線でも差し込まれ、短いイニングでは打たれる気がしない伸び抜群の直球を、柔軟性を感じるフォームからしっかり制球して投げ込めています。また変化球もしっかりしており、決して直球の勢いだけでねじ伏せに行くような底なさいリリーフ型ではなく、開始名に回るレベルではないと考えます。ということで、1年目からリリーフでフル回転してくれそうで、あわよくば勝ちパターンでの起用も期待できる速球派リリーフを探している球団が示してくるでしょう。となると、具体的には横浜、ヤクルト、阪神、巨人、ソフトバンク、日ハム、オリックスあたりになってくるでしょうか。では最終評価の発表の前に、プータロー式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。
星の種類は2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。はい、それでは最終評価になりますが、黒星3つ、白星1つになります。ドラフト2位から3位指名級と評価いたします。将来像としては、入団直後から伸び抜群の直球を投げ込んでいたものの、細かい制球力や変化球がなく微妙な位置づけにとどまっていたものの、チェンジアップの精度を上げることに成功したことで、速球派リリーフとしての投球が完成し、2023年には最優秀長月賞を受賞するなど、不動のセットアッパーに成長した広島東洋カープの島内壮太郎選手がタイプとして近いと思いました。ここまでご説明してきた通り、この投手はプロの打者でも短いイニングではそう簡単には打てないだろうと思われるレベルの伸び抜群の直球に加えて、制球力や変化球のレベルも明らかにプロ入り時点の島内投手より上で、1年目から速球派リリーフとしてフル回転できると思いましたので、リリーフ評価で黒星は3つ。さらに身体強化の余地もまだありそうですし、決め球の精度をもう少し上げれれば勝ちパターンクラスまで生きるポテンシャルがあると思いましたので、白星は1つ追加して合計黒星3つ、白星1つと評価いたしました。ということで、この選手を上位級と評価している人をほぼ見たことがなく、かなり心細いですが、私には買い占めになりがちなリリーフ陣の一角候補の社会人投手というよりは、2012年に西武に1位指名された増田投手、2013年にソフトバンクに2位指名された森唯斗投手、2022年に楽天に2位指名された駒子投手のような勝ちパターン候補に位置づけられる投手に見えましたので、ドラフトでは少なくとも3位までには指名されるレベルの投手であるというのが私の見解になります。それでは最後になりますが、おそらく高校大学といいものは見せていたものの、エネオスにリリーフとして見なされ、リリーフに特化したことで開花することができたのだと思いましたし、プロでも自慢の直球で強打者たちを差し込ませまくって、チェンジアップで泳がせまくって、速球派リリーフとして大活躍してほしいと願っております。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は、評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。プータローでした。